レンタンか。車の中でこいつを1時間も燃やせば神経がやられて一瞬であの世に行けるよ。苦しまずにな。あなたが蓮見さん？蓮見？ネットの掲示板で一緒に自殺してくれる人を募集してた。私その書き込みを見て。私もだ。蓮見というハンドルネームの書き込みを見て。蓮見、知らねえな。俺はただ割のいいバイトがねえかなって掲示板を見ていたら、自殺をしたい連中のサポートをする仕事の募集書き込みがあって、えらく割のいい仕事だったから引き受けてきただけで。その仕事の相手というのは？さあな、メールのやり取りだけで名乗らなかったし、ギャラは前払い振り込みだったから誰でもいいけどな。まあ敵じゃねえだろうし、後が怖いから仕事はちゃんとするよ。じゃああなたは死なないんだ。悪いな姉ちゃん。じゃあ準備すっか。この場所嫌な気配がするな。ここは地元の住民もあまり近づかない場所だし。お前ら与物平坂知ってるか？与物平坂、メイドの入り口。この山一帯の至る場所に幽霊が通る霊道があって、この山中のどこかにメイドの入り口、与物平坂があるんだってよ。噂だけどな。そろそろだな。そういや、あの男どこ行った？さあ、あの女の人もいませんね。ああ、ねえ、君はなんでここに来たの？帰るなら今のうちだよ。帰るとこないから。いいだろ。いや、どうせ死ぬんだろ。最後にいい思いしようぜ。いや、おとなしくしないとブスっていくよ。そこまでにしとくんだな。殺すぞ。何があったんですか？死んだ。え？戻ろう。こいつどうすんの？放っておけばいい。
死が怖いか。え？ここは死を望む者がいるべき場所だ。死が怖いなら今すぐ出て行け。あなた何者？霊媒師だったよ。人よりちょっとは霊感があってな。なんでここに来たの？妻に先立たれてな。そして今私は癌に侵されている。もう助からない。一人で孤独に死ぬのは怖い。誰かと一緒に死にたい。ダメな男だろう。君はまだ若い。未来もある。行きなさい。まあもう手遅れかもしれんがな。手遅れ？誰かいる。あそこ。死んだんじゃ。なんだこれ。この子いつの間に。取り乱すな。早く行け。あの子間に合わなくなるぞ。早くあの子。心配するな。この女は私が引き受ける。だから早く。大丈夫。君が、ハスミ。みんなを呼んだの。お姉ちゃんなの。私一人だと寂しいからって。だから死にたがっている人たちを集めて、みんなここに連れてきたの。この子が掲示板で俺たちを。ハスミ、俺死ぬのやめたよ。え？一緒に帰ろう。お前何しにここへ来たんだよ。死ぬんだろ。死ぬために来たんだろ。でも死ぬのをやめたんだ。なぜ？なぜって生きたいと思ったから。嘘だ！親友に裏切られて、借金背負わされて、最愛の恋人にも捨てられて、人生に絶望してここに来たんじゃねえのかよ！そうだよ。でも生きたいと思った。本当だよ。おじけづいたのか。
かもな。内気で臆病で挙句に死ぬ勇気もない。だった俺が手を貸してやるよ。誰だお前。俺はお前だよ。違う、お前は俺じゃない。え？